2号駅は愛知県岡崎市宮城町一の久保にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH11、マナコの利用が可能である。急行以下の列車が停車する。この他には平日朝に名古屋方面へ岐阜行きの快速特急と特急が各1本、名古屋方面からの国府行きと稲行きの特急が夜に2本停車する。 平日夕方と、と休日昼間以降は、当駅で休行と夜行駅と、普通以内駅との緩急接続が行われる。平日夕方の下りは普通列車が、特急の通過待ちをしている。朝を中心に、名古屋方面への当駅始発列車が少数、設定されている。かつては、昼間1時間あたり2本の休行をはじめ、当たり駅止まりの列車も多数存在したが、順次、 豊川稲荷まで区間延長されたり、二つ名古屋よりの東岡崎止まりになったりしたため、2003年の改正以降一本もない。八両編成対応の島式ホーム2面4線に、側線数本と、京上駅舎を有する。東駅東側の入れ替え用の渡り線は、かつて東駅止まりの列車を入れ替える目的で、使用された。現在平日朝に一本設定されている。 下り始発列車は、元宿駅から改装で入線する。パノラマカー運転台から一度外へ出て、乗降用ドアから車内へ入り、反対側運転台へ上がるための踏み台が今も残る。当駅南側には、中川ヒューム観光業岡崎工場が速道を隔てず隣接する。そのため、駅南側に出入り口を設けることができず、駅南側の住民は踏切を渡らなくてはならない。 かつては当駅から日清防石備号工場まで貨物船が引かれていた。現在は廃止されているが貨物ホームの跡は今も残っている。2007年度にエレベーターが設置された。発車案内の電光掲示板が2008年2月に改札に2009年2月にホームに設置された。この間2008年3月にホームのかさ上げ工事が完了した。 男性分岐器は未設置のため通過列車の速度制限は時速 100km である。名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年市名古屋鉄道1994年1018ページ名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年市名古屋鉄道1994年1052ページ 東海愛知新聞1986年11月28日、一面、二階建てビルに、改築名鉄尾号駅来月2日オープン。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、581ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、577ページ。 AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関台816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、 160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。東海新聞社、岡崎市戦災復興市岡崎市、1954年、1122ページ。岡崎市統計書2015年版8運輸、通信、ウェイバックマシンによる、アーカイブ。 2016年11月16日取得。2020年11月23日閲覧。岡崎市統計書2020年版から8運輸通信。岡崎市。2021年8月4日閲覧。移動等円滑化取組計画書報告書名古屋鉄道。ありがとうございます。